ではこれからダービーに出走する、予定馬の、血統を分析していきたいと思います。天気は両馬場を軽い馬場を前提に分析を行います。ロジャー・バローズですね。ディープインパクトに母の父がダッジヒ、そして近親にジェントルドンナと、まあ、血統上は、かなりいいんで、あとは先行客室、あとは前走よりさすがに上積みを見せないといけないんで、そこがあるかどうかというのがポイントになってくると思います。で次がエメラルファイトですね。これお父さんが黒船ですね。さっきから出てるマイル以下で速いフレンチデピティなんですけど、で母の父がスペシャルウィークでスタミナを補っていると、まあこのバランスはいいんですけど、問題は黒船ですね。黒船のフレンチデピティというのはお母さんを、特にボバの場合はお母さんの末足を引き出しづらい種馬なのでね、これが牝馬だったらまだいいんですけど、父馬が黒船で母父がスペシャルウィークですと、スピードのバランス、スピードとスタミナのバランスは悪くないんですけれども、直線スピードを引き出すという部分で軽い馬場で直線の速い上がりを求められた場合の適性というのは少し、違う血統にはなってきますね。続いて里のルークスですけれども、これはお父さんがディープインパクトなんですけど、母の父がサドラーズウェルズなんですね。サドラーズウェルズというのは、特に個性を引き出しやすい種馬でして、だからこそ欧州ではかなりの活躍をしたんですけど、この欧州向きの馬力とスタミナをかなり押し出す種馬なので、ディープインパクトに、ディープインパクトはお母さんにスピードと軽い路盤の適性をさらに強化した方がいいんですけど、サドラーズウェルズが、タフな馬場とスタミナを主張してしまうので、このレースの軽い馬場に関して言うとあまり向いた血ではないんですね、サドラーズウェルズというのが。マイネルサーパス、これは 49er 系 でロベルトの血も持っていますから、 49er というのはスプリント力が高い血統じゃないですか。それにロベルトでアイルハバナザーなんですけど、まあ、この馬が思い切って先行してしまえば面白いんじゃないかと僕は思ってるんですよね、うん、なおかつ状態が本当に戻っているのかっていう問題点もありますので、そこさえかなり条件は厳しいですが、それさえこなしてくれればいいんじゃないかと。続きまして出ましたサートルナーリア、これがさっきから言ってますけど、お父さんがロードカナロア、これはストームキャットの影響を受けた短距離血統ですね。お母さんが、オークスバですね。で芝の 2400m で実績を出しています。そしてお父さんがスペシャルウィーク、これもダービー馬です。 2400m 以上で結果を出したお父さんです。ですからお父さんはスプリント血統なんですけれども、お母さんは中長距離適性が高いと。今までの、ダービー血統というのはお父さんに芝の 2-4 適性が高い血統を持ってきて、母親にスプリント力を足してきたんですけど、このロードカナの場合はお父さんがスプリント力をもうすでに強化しているので、であとは末足の直線スピードを、ためる能力と中距離適性をお母さんから引き出した配合の方がいいので、このサートルナーリアというのは新しい時代のダービー向きの血統なんじゃないかということですね。シーザリオさんの、はい、若干2400で気象が引っかかってしまうんじゃないかなって思っちゃう。サートルナーリアの一族は全部、スミー厩舎管理してますけど、スミー厩舎もその今言ったようなあの経験を経ていますし、ノウハウを経ていますから、そこはかなり意識されてますし、あとはお父さんがロードカナラなんですけど、ロードカナラというのは操縦性の高い馬を出しやすいですから、ロードカナラ自体が 1200m から 1600m の距離延長をいきなり対応したようにですね、あんまり僕は心配してないんですけどね。次ダノンキングリーか、ダノンキングリーはお父さんがディープインパクト、そして母の父がストームキャット、さらにお母さんの方には、芝の 1000m のレコード記録を今も持っているマッチェム系ですね、このカルストンライトと同じ父系を持っているんですね。ですからスプリント力がかなり高い血統でして、でお父さんはディープインパクトですから、ディープインパクトにスプリント力、特にアメリカのノーザンダンサー系を強化しているというのはもうベタベタな
東京2400メートル向きの血統ですし、育成はノーザンファームなんですね。これがですから東京2400メートルのここ5年ぐらいのね、東京2400メートル向きの流れをマッチした血統なんですよね。ただ一つ気になることといえば、マッチしているんで普通に流れに乗っていった方がスピードを生かせると思うんですけど、あまりにもお母さんがスピード色が強いので距離が持たないんじゃないかと抑えてしまった場合は、他の馬もみんな速いですから、そこでちょっと届かない可能性が出てくるというのが心配ではありますね。次は名称天元ですけど、名称天元はディープインパクトにフレンチデピティと、ここまではここはいいんですけど、お母さんが名称ベルーガなんですね。名称ベルーガというのは芝の 2400m 以上、なおかつ、タフな馬場で結果を出す、じゃあなぜ名称ベルーガというのはお父さんがフレンチデピティだったのに、そういうタフな馬場や長い距離を好んだかというと、ここにサドラーズウェルズを持ってるからなんですね。サドラーズウェルズがフレンチデピティの要素を消してしまうということによって、この馬は、中長距離やタフな馬場をこなしたんです。つまりこれ名称ベルーガですから、これはサドラーズウェルズの影響がかなり強いお母さんということですね。そうするとディープインパクトにサドラーズウェルズになってしまうので、逆に軽い馬場やスプリント力は薄いタイプのディープインパクト3区ということになります。ですからディープインパクト3区はダービーでは軽い馬場への適性とスプリント力が強い方がいいですから、このサドラーズウェルズが主張してしまっているというのは、ダービーにおいては軽い馬場のダービーということにおいては、プラス材料ではないですね。西のデイジーですけど、お父さんがハービンジャー、母の父がアグネスタキオンで、母系にスプリンターズステークス勝ち馬の西のフラワーを持ってますんで、西のフラワーというのはスプリンターズステークス勝ち馬ですから、スプリント力はあるんだと。で問題はここのハービンジャーですね。ハービンジャーというのは当然団地比系ですから、サンデーサイレンス系でもなければキングマンボ系でもないと。過去10年のダービー勝ち馬はサンデーサイレンス系かキングマンボ系であるということを去年出させてもらった血統の教科書という本に書いたんですけど、もういきなり去年はブラストワンピースが出てきてしまって、これ勝たれていきなり教科書破りが出てきたかなと思ったんですが、やはり人気以上にも走ることはできなかったんですね。そこで一つ、だから僕は有馬記念で本命にしたんですけど、有馬記念とか宝塚記念というのは東京 2400m とは適性が少し方向性が違うので、東京24で結果を出せなかった馬っていうのは有馬記念で逆に狙うべきなんですね。ただそのブラストワンピースも有馬記念で結果を出したように 2500m が良かったわけですから、東京24が他の種馬に比べると適性は高くない種馬なんだというところがどう出るかということですね。続きましてクラージュゲリエですね。これはお父さんがキングカメハメハで、母の父が谷のギムレットですから、両方ダービー馬ではあるんですね。ただキングカメハメハなんで母方の適性をかなり見ますから、でこのクラージュゲリエというのは母方が谷のギムレットタフなので、軽い馬場の速い上がりの勝負の適性は他のその速い上がりの高い適性よりも少し適性が下がるんですね。ですからタフな馬場の方がダービーには合っているんじゃないか、そういう血統です。次ですね。でレッドジェニアルです。これは母の父がマンハッタンカフェ、マンハッタンカフェというのは 1800m と 2200m の成績の方が 1600m や 2000m よりも優秀なんですね。もうこれずっと続いている傾向で、これが顕著に出たのが京都の 2200m で行われたエリザベス女王杯ですね。マンハッタンカフェ3区は1離着しました。そういう時もありましたんでね。でルージュバックとかも1600、2000では成績を出せなかったんですけど、1800、2200、そして最後の有馬記念もあわやというように 2400m や 2000m よりも 2200m にかなり高い適性を示す種馬ですから、でキングカメハメハでマンハッタンカフェ、キングカメハメハは母父の影響を出しますから、このマンハッタンカフェの影響をかなり受けている種馬だから、前走は 2400m から 2200m に変わって勝ったんですね。 2400m の条件戦で負けたのに 2200m の重賞を勝ったんです。ただ 2200m がベストな馬ですから、今度は 2400m に変わるんで、前走以上のパフォーマンスの上積みというのは、まあ、マンハッタンカフェを考えた場合、確率は下がるんじゃないかと、そう見立ててます。アドマイア・ジャスタですね。お父さんはジャスタウェイ、ジャスタウェイというのは
お父さんはハーツくらいなんですけど、この馬自身は、マイル戦でも高いパフォーマンスを発揮しましたし、どちらかというと 2000m を超える距離よりは 2000m よりも短い距離で実績を出したタイプで、産駒自身も、特に穴馬券などにおいては短距離戦で、結果を出していますので、穴は短距離の方が多いんですね。ですからこう短距離志向のサンデー系であるということで、お母さんもワイルドアゲインを持っていて、品系もアメリカ品系で速いということで、スプリント力というか、ディープやハーツクラインに比べると、スプリント力、マイルより短いところの適性が高い種馬ですね。でお母さんはアドマイヤテレサ、アドマイヤテレサの子供で、お兄さんのアドマイヤラクティは、オーストラリアの芝 2400m を、後ろから差し切った馬ですから、まあオーストラリアというのは日本よりはちょっとやや馬場自体はタフですから、そのタフな馬場を後ろから差し切ったという感じですね。でアドマイヤジャスタはジャスタウェイに変わってますので、ラクティに比べると、少しスピード寄りなんですけれども、タフな馬場を後ろから行くというところはアドマイヤラクティと近いですね。まあ、ダービーの場合は軽い馬場で前に行けるというところも重要ですから、その部分の適性というのは少し劣るんじゃないでしょうか。レロックス、お父さんがジャスタウェイで、母の父がモンズン、モンズンというのはソウルスターリングの母父でもありますね。モンズンというのは、まあ、ドイツのダービーというのはグレイス・オブ・リンの血を持つ馬が、ずっとここ2年も勝ってるんですけど、グレイソブリンの血を持つ馬がタメを効かせて勝つという、で日本よりはスタミナを要求されると、ですからタメを効かせる、直線でタメを効かせるという意味では日本に流れが近いんですね。ただ日本との違いはドイツの方がスタミナがあるということで、まあ、このモンズンという血統はタメとスタミナを強化するんで、ジャスタウェイというのは、1600m のスピード馬ですから、タメを効かせることとスタミナを強化するというのはいいですし、皐月賞よりも距離が伸びてゆっくり追走できるということも、この馬は問題ないタイプの血統ですから、皐月賞と今回比べた場合、臨戦過程も条件も、悪くないんじゃないかと、皐月賞ぐらいは走れる、皐月賞かそれ以上は走れるんじゃないかというのが僕の判断ですね。あ、そう、それで母系にダンチェヒも持ってますからね。次、ランフォーローゼス。ランフォーローゼスは、キングカメハメハにディープインパクト、そしてエアグルーヴと、もうダービーと東京 2400m に強い血統が凝縮されたような馬ですけれども、ドゥラメンテですね。ドゥラメンテも、この配合に非常に近いんですけれども、ドゥラメンテとの違いは、ドゥラメンテは母の父がサンデーサイレンスだったんですけど、ランフォーゾーレスの場合はディープインパクトなんですね。ディープインパクトというのはサンデーサイレンスに比べるとよりタメを効かせた方が、より後ろ向きというかな、前向きさやスプリント力は少し劣るんですね。その面でドゥラメンテよりはお母さんがダービーには合わない配合なんじゃないかなと。ドゥラメンテとランフォーローゼスを比べた場合、ドゥラメンテの方が少し上にいるんじゃないかと僕は判断してます。じゃあリオンリオン、リオンリオンはルーラーシップですね。ルーラーシップは東京の 2400m 適性はかなり高い血統です。奇跡のお父さんでもありますんでね、東京 2400m はかなり高い、キングカメハメハに比べるとさらにスタミナ寄りの種馬になっているということで、お母さんにはスピードと、あとは2歳戦での完成度の高さも大事なんですね。なぜかというとルーラーシップ自身がダービーでは完成したタイプではないですし、トニービーも持っている影響でダービーでは完成がしなかった血統なんで、お母さんはダービーだけを考えるならば2歳戦適性が大事なんです。で黒船というのはいいんですけど、これ品系がトゥーザビクトリーの品系で、トゥーザビクトリーの品系というのは3歳の後半から伸びてくる血統ですから、ちょっと完成がダービーではまだ間に合わないかなという感じの、より秋になった方がよりいいんじゃないかなという血統だと僕は見てます。次がタガノディアマンテですね。これはお父さんがオルフェーブルでダービー馬、母の父もキングカメハメハでダービー馬、さらに母系にトニービン、ダービー馬を出した種馬ですね。まあ、つまり東京 2400m の適性はかなり高いんですが、スプリント力が全く足されていないので、ダービーは最後の直線はスプリント的なスピードを強化した馬が有利ですから、その点でスプリントの血が少し足りないんじゃないかなという見立てです。
次はないままですね、はい、ないままというのはお父さんがダノンバラード、ダノンバラードというのは、まあ、品系はいい品系なんですけど、この馬自身が上がり33秒台で勝ったことはないんですね。ですからディープインパクトの中ではパワーが比較的強調されたタイプの血統でして、軽い馬場という意味の適性はディープインパクトよりもパワー寄りの種馬になっちゃってますんで、軽い上がりの適性は下がる種馬ではあるんですね。で母父がジャングルポケット、まあ、これもダービー馬なんですけど、まあ、スプリント力はないわけです。母の母父がさらにブライアンズタイムですから、かなり全てタフな血統で構成されてしまっているので、早い上がりの適性が足されていない血統ではあります。スバルツリーゼ、はい、お父さん、ハーツクライですね。東京 2400m で実績を残す血統、その中でもスタミナ寄りの血統なので、やはりお母さんにはかなり早い血を入れることが、ダービーでは大事になってくるんですが、この馬の場合母父がモンズン、モンズンはドイツの血統で、芝の 2400m を貯めて乗るという適性自体は高いんですけど、スピードを強化してくれる血統ではなくて、芝の 2400m をゆっくり追走して末足を引き出すというのは適性高いんですけど、それにスピードを強化するというのはスタミナを強化してしまう血統なんですね。ですからスタミナになってしまって、さらに母系にサドラーズウェルズと欧州型ナスルラ系を持っていますので、スタミナできちゃってるんです。スプリントの血が全くないんですね。ここが軽いババのダービーというところでは、少し適性が足りない部分じゃないかなと思ってます。ロードカナラにお母さんが2400m 中距離地合に強い血統を配合するのと、ディープインパクトに速い血を入れるというのはもうほぼ同じことなんで、だから今までは実現しなかったその芝 2400m で強い繁殖牝馬が増えてきているのに、それを受け皿になる種馬がいなかっただけの話で、それがポーンと出てきてしまったので、今の状態になってきているということ でなおかつ、繁殖のレベルとしては、外国から買ってくる早い血よりも、その日本で東京の中距離の適性と強さが担保されたお母さんの方が確実じゃないですか。でロードカナー自体の種馬としてのレベルも、日本適性と種馬のレベルがディープインパクトとそので、まあ、なんか能力とその適性という日本の馬場適性という意味ではもうディープインパクトとかキングカメハメハと引けを取らないわけですから、であとは繁殖のレベル同士の戦いになった時に日本のね、こういうシーザーリオとかジェントリードンナとかこういうのがいるわけですから、強い世界的に見ても日本向きでもあるし、強さもその他の海外の名品より上なんじゃないかっていう、そういうところがまあ新時代というか、そういう流れですよね。目黒記念というのは 100m しか距離が伸びないんですけど、これ結構違うんですよ。東京24と25というのは、100m ずれるだけの 100m ずれるからこそちょっと違いまして、24とか 2000m の適性とはやっぱずれるんですね。やっぱ不思議なもん で、あとは古馬混合戦のハンデ戦だということですね。まあ、コバが出れるハンデ戦ということで、ダービーとはだいぶ血統の傾向が変わりまして、トニービンとディクタスが強いんですよ。でトニービンとディクタスっていうのは末足のスタミナ寄りの末足勝負に強いフランス血統で、あとはコバになってから本格化する馬が多いということで、ダービーとはちょっと違うんですね。早い位置を足すことが大事なダービーとは逆で、フランス的な伸び、トニービンとかディクタスのグレイソブリンとかディクタスの伸びというのが、目黒記念では大事になってくるんで、まあディクタスとグレイソブリンに注目するっていうのが面白いレースなんじゃないかと思ってます。目黒記念のブラストワンピースはだから25自体は合いますからね。あとはまあカーリーバブも合うしな。ただまあ延長は苦手なんじゃなかったっけな。距離延長というのはね、今のところ結果は出してないのかな。有馬記念 2500m 勝った時も 3000m からの短縮で来たという臨戦過程があるんで、そうなんですよね。馬は意外と距離延長で勝ってない、そこはちょっと心配なのかなとは思ってるんですけど、なんかブラストワンピースとサートルナーリアだったらブラストワンピースの方がなんかまだつける隙が
ありそうですよね。まあということで今年のダービー馬券的に面白くないんで、ダービーが終わってからあのディクタスとトニービングレートオブリン見た方がもしかしたらいい結果出るかもしれない。ダービーがあってそういう主流というね、こう軸となる能力の指標があるか、能力の方向性があるから逆方向も楽しめるんで、やっぱダービーっていうのは大事なレースですし、僕も日米ダービーの連続的中がかかってますんでね、サートルナリアで当てに行こうかなみたいなねでも別に俺がサートルナリア本命で当てて日米ダービー連続で当てたって別に誰も知ったことじゃないと思うんですけど、まあ勝手に自己満足で楽しむか、まあ競馬なんか全部自己満足で楽しめばいいと思うんでね、まあこれが少しでも参考になったり競馬を楽しむ上でね、なんか の糧になったら嬉しいなと思います。決闘も楽しみつつ、ダービーも楽しまれたら、この動画がね少しでもダービーを楽しむためのね、なんかこうスパイスになったら嬉しいなと思ってます。どうもありがとうございました。